はい、それではタイムマシーンお買い上げいただきましてありがとうございます。これから演技をご覧いただきたいと思います。ちょっとここにですね、新品のトランプがあります。ちょっと開けますね。新品のカードはこんな風に順番通りに並んでいます。さあ、そうしましたら、このカードちょっと混ぜまして、好きなタイミングとストップかけていただきます。ストップ。ここのカード見えてますので、この次のカードを、表に開けていただいて結構ですので、サインをちょっと大きめに書いていただきますね。はい、書いてます。そうしましたら、こう乾かしておきます。この状態でお好きなところに差し込んでいただけますか。少し混ぜてください。はい、ありがとうございます。今だいたい勘で何番目ぐらい入ってると思うんですかね。正確に選んでいただくと20番目、はい、はい、ということは一番上にはありません。ですけど、こう一回指を鳴らすとですね、まあ、少し時間が元に戻って、この指を鳴らすのがタイムマシンの役割をしているんですね。一番上のカードを見ると先ほどのカードが戻ってきています。もう一度やってみましょう。もう一度中に入れて、押し込んで、指を鳴らしているとまた時間が戻って一番上から出てきますね。ちょっと分かりやすいようにさらに印をつけて、今度は半分から折っちゃいます。でこんな風に折っておけば、これは横から見てもすぐ分かります。この状態でもう一度、指を鳴らせるとやはり時間が元に戻って、ちょっと開けていただけますか。カード曲げたのを元に戻しますね。もう一度真ん中にカードを押し込むんですけど、ちょっと両手をお借りしていいですか。この状態でこのカード全体を上からこういう感じでカバーしてほしいですね。そして私1枚だけカード取りますけど、これはまだ指を鳴らす前ですから違うカードです。ここで指をたくさん鳴らしてると、すごい時間がたくさん元に戻って、ちょっと開けていただけますでしょうか。はい、そうするとなんとですね、全体が封鎖という状態が分かります。ちょっと新品のカードに戻ってしまいました。ちょっと開けてみます。最初の状態にまた戻ってるんですけども、先ほど選んでいたのはクラブの6でしたね。でも不思議となぜかクラブの6はサインがされたままになっています。以上がタイムマシンです。